今日午前11時半能登半島地震の被災地から県営名古屋空港に到着した自衛隊のヘリコプター。その横には救急車、さらに担架も。午後2時前には第2便も到着しました。石川県の被災地から高齢者の方々らが到着しました。皆さん歩くことは難しい様子で、医師ら隊員らによって担架に乗せられています。現地の医療機関が逼迫する中、福祉施設を利用している高齢者を愛知県内の医療機関が受け入れることになり、今日ヘリコプターで移送されました。ヘリコプター2機で移送されたのは30人。まず愛知県内の12の災害拠点病院などへ。健康に問題がなければ高齢福祉施設に移されます。ああ疲れたね、よく頑張って来てくれたねっていう感じで、まあ、ちょっとほっとされた顔をされてたのかなと、こちらに来てという印象はあります。一方、今日も大規模な捜索が行われている輪島市の朝市通り。焼けた家具や瓦礫などを運び出し、安否不明者の手がかりを探しています。そんな中、東海テレビの取材班が向かったのは能登半島の東に浮かぶ能登島。こちら建物が倒壊し、車の上に瓦が覆いかぶさっています。倒壊した建物の屋根が車を直撃。さらに道路を塞ぐほど大きく崩れた家屋も。町の至る所で地震の爪痕が残るのは七尾市の能登島にある江ノ目町。漁業が盛んなこの町の漁港にも地震の影響が出ていました。本当はこれがここで上がっていて、ここは水平なんやけど、ドンって落ちてた感じで。こう話すのは40年以上江ノ目漁港から漁に出ている木戸信弘さん。地震から2日後、道路から海にかけて地面が沈下した港を見て驚いたといいます。ただ港にある船およそ30隻や網などに影響はなく、今週月曜日から漁を再開し、この時期旬のブリを出荷しましたが、ある問題が。まあ、水が通ればね、製氷というか氷もできるんやけど、水がないもんで氷できないんですよ。現在およそ50分ほど離れた七尾市内に貯蔵されている氷で賄っていますが、今後も断水が続くと他の地域に頼らざるを得ないといいます。去年から本当に放漁でみんな楽しみにしてたけど、それがまさか今度は正月にこういう大地震になると思ってもなかったし、やっぱり皆さんやっぱり力を合わせながら、お互い知恵出しながらやっていかんと、なかなか一人ではもうできないことなんで。一方、名古屋では支援の動きが続いています。ありがとうございます。石川県被災してるから募金をしようかと思って、日が経つにつれ結構孤立してるところがあるから。名古屋栄にある石川県の名産などを集めたアンテナショップ。こちらは珠洲市蛸島沖で取れたノドグロ、そして金沢名産加賀飛びもなか。他にも加賀市名産の加賀棒茶や漆器などの伝統工芸品もずらり。能登半島地震以降、これまでの 1.5 倍から2倍のお客さんが訪れているといいます。育ちは大阪だったので、阪神淡路大震災ですか、あちらちょっと経験してから名古屋に越してきたもんですから、皆様のご支援になればという感じでもありますね。支援の動きが広がる一方、震災の影響は大きく。特に珠洲の方のお塩関係っていうのが、もう今在庫ある限りになってて、もう入ってこない状況になってます。
被災地の甚大な被害により道路が寸断されるなど仕入れが難しくなり、在庫も少なくなっていて、次の入荷が未定の商品もあるといいます。すると取材中、ありがとうございます。あ、こちらで大丈夫です。ありがとうございます。これは金沢の福光屋さんという酒造さんの作っておられる甘酒になります。先週ちょっと本当は発注かけてるんですけど、入荷が今日になってしまって、物流がやっぱりちょっとまだうまくいってないので、よかったと思って。いつもであれば商品を発注してから1日から2日で届きますが、今回は1週間経ってようやくお店に。それでもお客さんの支援に励まされ、復興に向け前を向いています。購入して応援をしたいということでいらしてくださって本当にありがたい。なんとか早く復興して、心のケアとやっぱり体のケア、そして生活基盤が整うということを一番願ってます。